シャムロックベイはアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ級航空母艦の30番艦。シャムロックベイはアッコブマイナス84として1943年3月15日に海事委任契約の元アシントン州バンクーバーのカイザーゾー所で寄港する。1943年6月10日に区部マイナス84へ艦首変更され。 1944年2月4日に、ジェームズ・アール・ダ・ドレイ夫人によって浸水する。1944年3月15日に、フランク・ティー・ワード・ジュニア艦長の指揮下収益する。完熟訓練を終えた後、シャムロック・ベイは6月まで、西海岸に残り、パイロットの資格取得訓練に従事。訓練を終えると、東海岸へ開港され、カサブランカへ、 陸海軍の要員輸送を行った。きっと、シャムロックベイは訓練で使用され、あるいは破損した、P-40 オーホーク、要修理の航空エンジン、それに、ビルマ、インド及び、中国戦線で戦ってきたアメリカ陸軍、航空軍パイロットなどを乗せて、アメリカ本国に戻った。10月27日に、ノーホークに到着して2度目の輸送任務を終えた、シャムロックベイは、 南大西洋方面での対戦相当の準備を行っていた。しかし、フィリピン戦線において、護衛空母軍が、神風特別攻撃隊などの攻撃で損害が多くなってきたことから、対戦相当作戦は取り消された。11月11日、第42混成航空隊を乗せた、シャムロック米は、太平洋戦線に向かっていった。シャムロック米は十一月十八日に、 パナマ運河を通過した後、11月27日にサンディエゴに到着。ハワイに進出する第93混成航空隊を乗せて12月2日に新珠湾に向けて出港し、12月9日に到着。ここで第42混成航空隊と第93混成航空隊が降ろされ、代わりに第94混成航空隊が配属された。2日後の12月11日、 シャムロックベイは、マヌス島に向けて出港。途中、ジョンストン島に寄港して、同島宛の航空機を降ろした後、12月22日に、ゼイアドラー湾に到着。同地で第七艦隊に配属された。シャムロックベイはこれまで、9機の TBM アベンジャーと12機の FM マにワイルドキャットを定数として乗せていたが、それぞれ12機と20機に増加された。 12月31日、シャムロック米は、第79.1任務軍及び第79.2任務軍と共に、ゼイヤドラー湾を出撃し、リンガエワンに向かった。リンガエワンに近づくほどに神風攻撃の数が増え、1945年1月8日までには、オマニー米などが神風攻撃で沈没もしくは大なり、小なりの損傷を受けていた。1月8日、 この日も朝から、神風が、艦隊に降り注いだ。午前の攻撃でカダシャンベイが損傷し、これによって、カダシャンベイは、時間の航空機をすべて収容することができなく、なったので、そのうちの2機が、シャムロックベイに着艦した。直後、ハヤブサが、シャムロックベイに突入するように見えた。このハヤブサは、シャムロックベイを飛び越えて、キトカンベイに向かっていったが、撃墜された。 まもなく、キトカンベイも、別の神風の命中を受けて、護衛艦と共に下がり、シャムロックベイは、キトカンベイの航空機を収容した。これに伴い、シャムロックベイは、キトカンベイから第77.4、3任務軍機関の座を移された。1月9日から17日までの間、シャムロックベイは、輪が円湾沖で、上陸部隊支援と、空中援護の任務を行い、 その数は571回に及んだ。そのうち180回は、ルソン島上空での作戦だった。1月17日、シャムロック米は、第77.14任務軍に加わって、リンガエワンを後にし、ウルシー干渉に進路を向けた。ウルシーに帰島後、シャムロック米は、第50.8、25任務隊に加わり、上陸部隊と、 火力支援部隊の援護のため2月16日に、伊王島沖に向けて出撃した。シャムロック米は3月まで援護任務を続けた後、3月5日にウルシーに帰島して、次の沖縄戦の準備に入った。3月13日、シャムロック米は火力支援部隊の援護で、ウルシーを出撃し、沖縄登上陸後の4月7日に第、第52.11任務隊に転じて、 沖縄の日本軍への攻撃を開始した。シャムロック米は、全身根拠地のケラマ諸島で何度か弾薬補給を受けつつ、5月11日まで沖縄戦の支援を遂行し、その後は弾薬や航空機などの補給のためグアムアプラ港に向かった。5月20日、ワード艦長が退任して、JE リーパー艦長が着任し、第94根制航空隊は、 第96混成航空隊と交代した。5月28日、補給を終えたシャムロック米はアプラ港を出港し、月末には第32.11任務隊に合流して任務を再開した。航空支援任務は依然続けられていたが、6月上旬に襲来した台風によって打ち切られ、6月中旬にフィリピンに向かった。 沖縄戦で1200回も航空機を発進させたシャムロック米は6月27日にサンペドロ湾に帰島。7月前半にリュイアン航空基地に搭載機を移動させ代わりにオーバーホールでアメリカ本国に送られる航空エンジンを積み込んで7月5日にグアムアプラ港に向けて出港しグアムに帰港後7月27日にサンディエゴに到着した。 第96混成航空隊を降ろしたシャムロック兵は終戦まで行動しなかった。終戦後、シャムロック兵はグアム宛ての陸軍と海軍の航空機を輸送する任務につき、ついでマジックカーペット作戦に参加するため、アラメダで航空機を降ろした後、10月20日に新珠湾に向けて出港。第4海兵士団の福音兵を乗せて11月2日に、 サンディエゴに到着した。シャムロックベイは2度目の福音兵輸送任務で沖縄及び日本の本州に向かい、1946年1月26日にシアトルに到着した。2月2日にアラメダに開港されたシャムロックベイは2月7日に不活性化工事を行うため東海岸へ向けて出港した。シャムロックベイは3月1日にボストンに到着し、 オーバーホールを受けた後7月6日に退役。その後、1955年6月12日に K-84 に艦首変更され、1958年5月にスクラップとしてシカゴのハイマン・マイケルズ社にスクラップとして売却後、6月27日に除籍された。シャムロックベイは第二次世界大戦の先行で3つの従軍聖賞を受賞した。 ありがとうございます。